新さんは辻内智隆による日本の小説。単行本は2003年8月27日に小学館から刊行され、2007年8月7日に小学館文庫より文庫化された。表題作、新さんと短編小説、洋井町の昭和30年代を舞台にした2編の作品が収められている。昭和38年、道夫とその息子、守は、 東京から故郷である福岡の炭鉱町に戻ってきた。ある日、守るは地元の悪ガキたちからいじめられていたところを、新さんという少年に助けられる。両親を亡くし、おじ夫婦に育てられ、それまで周りから厄介者のような扱いを受けてきた新さんであったが、この事件をきっかけに温かく接してくれる道代の優しさに触れ、初めて自分を認めてくれた道代に対して、 やがて特別な感情を抱くようになる。新さん、単行長のセレナーデのタイトルで2010年11月27日、公開。撮影は2008年の秋に、福岡県をはじめとする九州の各地で、オールロケが行われ、その後しばらく公開予定は未定だったが、2010年5月15日に、福岡で全国に先駆け先行公開されることが決定した。原作者、 監督、俳優、エキストラと多くの福岡県出身者が参加している。小雪と池松壮介は映画ラストサムライ以来の親子役共演となる。雑誌ピア調査の映画満足度ランキングでは1位を獲得し、全国31スクリーンという小規模公開ながら、2010年11月27、28日初日の映画観客動員ランキングで、 初登場第14位渡航成績になった。また、2010年11月から、フランスの木の太陽映画祭で上映され、観客賞と最優秀映像賞をダブル受賞した。英代は、ホーゲット・ m e ノット。厚生労働省社会保障審議会が推薦する、児童福祉文化財の一つに選ばれている。新さん、単行のセレナーデに関するカテゴリー、ありがとうございます。